音楽理論レベル0ということでですね、今後いろいろ音楽理論の話もしていきたいんですけど、その上でまあ絶対に知っておかなくちゃいけないもう基礎中の基礎、小学校とかで習ってるんですけど楽器とか全くやらない人たちはまあ忘れちゃってるっていう人結構意外といます。ドレミファソラシドの中でミとファの間、それとシとドの間っていうのは半音しか離れてないっていうことです。まあ、そらそうやろっていう人もいれば、なんけってなる人もいると思います。ピアノの鍵盤見てもらったら、まあ、白いドレミファソラシドっていう鍵盤の間に黒い鍵盤が挟まってますね。シャープとかフラットとかって言ったりするんですけど、鍵盤よく見てみるとミとファの間とシとドの間黒い鍵盤ないですよね。ここがポイントなんですよ。まあ、例え話でちょっと分かりやすくすると、ドレミファソラシドっていうのがそれぞれ電車の駅やと思ってください。でドレミファソラシドは快速が止まる駅です。で間の黒いところ、これシャープ駅って呼びますけど、このシャープ駅は普通電車しか止まらないみたいな感覚を持っておいてください。ド駅とレ駅の間は全音っていう距離離れてます。何でもいいんですけど10キロぐらいだと思ってください。でドからドシャープ駅っていう駅まではその半分、半音っていう距離、まあドからレが10キロやとしたらドからドシャープまでは5キロっていう感じです。5キロ離れた駅と10キロ離れた駅があります。で同じようにレからミも10キロ、レからレシャープ駅は5キロ、ミ駅にもファ駅にも快速電車止まるのにミ駅とファ駅は5キロしか離れてないんですよ。なので間に黒い鍵盤がないっていう状態です。これと同じことが C 駅と D 駅の間にも起こってます。半音しか離れてます。ドレミファソラシドって並んでますけど、全部が均一に離れてるかっていうとそうではないんですよ。ミとファの音の距離は近くて C と D の音の距離は近いです。でその間には黒鍵が挟まってない。まずこれはもう絶対に知っておかなくちゃいけないことです。今後話していく音楽理論の中にもそれが絶対に出てきますので、よく理解しておいてください。